中国海軍の純国産初の航空母艦にして、2隻目である、山東が、次のステップ第1列島線を越える、新たな任務の情報をキャッチしました。今回は、この中国空母、山東が、第1列島線を越えて、長距離航海演習に着手するのか、詳しく見ていきます。山東空母は問題が多くて、建造から、ようやくここまで来たか。復権の電磁式カタパルトに J35 を艦載する時がもう間もなく来る。海自磁気空母を原子力超える燃料電池で建造開始しないと。2023年4月25日に日本の防衛省は中国海軍の航空母艦、山東を中核とする護衛の駆逐艦や補給船によって構成された6隻の艦隊が日本の南西諸島の与那国島の南側の海域を西側に抜けて南シナ海方面に帰還したと発表した。防衛省よれば、この航空母艦、山東を中核とする中国海軍の艦隊は4月6日に同艦としては初となる太平洋方面への進出を行った後、翌日の7日から24日にかけて、艦載機の発着艦訓練を従来にない頻度で実施したとしている。この今回の航空母艦、山東の行動が従来にない発着艦の頻度だと召されたのには、中国海軍の初の航空母艦にして、今は訓練用の艦艇であると西側諸国が見さしている。遼寧の訓練実績の発着艦回数が基準となっている。この航空母艦、遼寧は、これまでに太平洋方面に進出した際に実施した艦載機の発着艦回数は320回ほどとカウントされていたのだが、今回の航空母艦、山東では、その回数がおよそ倍もの620回にも及んだと見られている。この艦載機の離着陸回数の違いを見れば、いかに航空母艦、遼寧が訓練用の艦艇だとする前提を踏まえても、今回の航空母艦、山東がその艦載機の運用効率を向上させているのかが認識できる結果だと感じられる。こうした航空母艦、山東の訓練実績に、中国海軍や中国政府も自信を深めたのか、この2023年8月1日には、同国国営放送の中央テレビで、同艦が台湾海峡を航行した際のものとする映像をオンエアするなど、広報活動にも余念がない。もともと、この8月1日という日は、中国では、現在から96年前の1927年に、人民解放軍が創設された記念日にあたっており、現在の同国の習近平政権が必ず達成すると喧伝している台湾の統一を強く印象をつける政治的な狙いが込められているのだろう。国家としての現在の中華人民共和国は1949年に中国共産党が国民党との内戦に勝利し、国民党政府を台湾へと駆逐に成功したことによって成立したものであるため、国家と軍隊の創設時が、後者が前といういびつな時、系列となっている。さて、そんな中国軍であるが、海軍の一隻目の航空母艦である、遼寧は、2012年9月に就役させた艦艇で、大元は、旧ソ連が、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグとして、1985年末に、寄港を行ったものだ。このアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグは、当時、まだ旧ソ連の一部であった現、ウクライナのミコラーユの黒海造船工場で、建造が開始されたが、旧ソ連は、1991年に、自然崩壊を迎えた。そのため、ワディャーグは、1988年11月に、浸水までは終えていたものの、その崩壊の余波で建造は中断、
紆余曲折の上で未完成のまま、1993年には旧ソ連から独立した現ウクライナが主有権を獲得するに至る。ただし、バリャーグの主有権を手にしたとはいえ、ウクライナもこれを航空母艦として完成させるのに必要な軍事予算の捻出余力も手段も有しておらず、未完の状態でスクラップとして1998年に中国系の企業に売却することを決めた。ここでバリャーグを購入したのはマカオの中国系企業だったが、当初の購入目的は中国における海上カジノとしてその艦隊を利用すると説明されており、中国への開港にトルコが管理するボスポラス・ダーダネルス領海峡の通行許可に時間を要した。それでもバリャーグはなんとか購入から3年後の2001年にトルコ政府の許可を得てボスポラス・ダーダネルス領海峡の通行を許され、翌2002年3月に中国本土の遼寧省の大連港へと運び込まれた。ここから10年の歳月を経た2012年9月、バリャーグは中国側がウクライナから購入した際にはおよそ7割弱が完成していたとされる同艦をついに完成させ、中国海軍初の航空母艦遼寧と命名して就役させた。遼寧は基準排水量が 58,500トン、満載排水量が 67,500トン、全長が 301.0m、全幅が 78.0m の通常動力型の航空母艦として完成し、元のバリャーグは同様にストバー方式を採用した艦艇となった。ストバー方式とはショートテイクオフバッドアレステッドリカバリーの略であり、艦載機の発艦には緩やかに髪型に向かって弧を描くスキージャンプ台を使用し、着艦にはアレステッドワイヤーを艦載機のフックが掴む方式である。このストバー方式の航空母艦はアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のような型バー方式、カタパルトアシステッドテイクオフバッドアレステッドリカバリーの略と異なり、複雑なカタパルトを搭載しないで済む。よってカタパルトの製造や運用といった難易度の高い技術の確立がなくとも、艦載機を航空母艦から発着艦させることが可能ではあるが、艦載機の重量を抑える必要があり、燃料や兵装の積載量はおのずと少なくなる。つまりストバー方式の航空母艦から発艦した艦載機は、その機体の持つ作戦行動範囲や攻撃力においてキャタバー方式から発艦された艦載機に比べて劣ることは否めず、カタパルトの製造と運用を行えない海軍の給与の策といえるものだ。遼寧は機関部には通常動力型を採用しているにもかかわらず、その巨体ながら最大速度はおよそ30ノットを発揮可能と見さされており、艦載機の数も回転翼機、固定翼機の合計ではおよそ36機ほどと見されているのだが、排水量からすれば多くはない。しかしこの遼寧をなんとか就役させたことで、中国海軍は航空母艦の建造技術を蓄積し、今回の3トンをこの成果をもとに純国産で建造することにつなげた形であり、航空母艦の国産化の礎として活用したと言えるだろう。3トンは遼寧をベースとしたドージストバー方式を採用しら航空母艦であるが、基準排水量は55,000トン、満載排水量が70,000トン、全長が 308.5m、全幅が 77.5m と推定されており、ほぼ同様の規模感を持つ。ただし、3トンでは、遼寧の母体であった旧ソ連製のバリャーグと異なり、対艦兵装として、VLS
垂直発射管を搭載する設計仕様を廃止することで、艦載機の格納スペースを増加させ、およそ44機を収容可能とめされている。3トンは、2019年11月に収益を迎えていたが、今回の活動のように太平洋まで進出したことはこれまでになく、一時期は衛星写真の画像から飛行甲板に不具合が生じており、稼働ができない状態なのではないかとの憶測も生じていた。これは西側諸国側の勝手な希望的観測で、衛星写真に捉えられた3トンの飛行艦甲板上の色合いの違いを損傷と誤認したミスリードであったというのが、どうやら正しかったのではないかと個人的には思えている。今回3トンが初めて太平洋方面に進出し、延べでおよそ620回もの艦載機の離着陸を行ったことは、確かに従来の遼寧に比べて飛躍的に運用効率を向上させていることは間違いのない事実ではあるだろう。しかし、反面、その期間が4月7日から24日の18日間であることを考慮すれば、1日あたりでは40回に満たない頻度であり、例えばアメリカ海軍のニミッツ級航空母艦はキャタバー方式であることもあり、実に1日でおよそ120回の離発着が可能とされている。そこからすれば、艦載機の運用頻度は、未だ3トンといえ、と、アメリカ海軍の航空母艦に比すれば、3分の1程度に過ぎず、さらに前述したように、艦載機の燃料や兵装の搭載量に劣ることを加味すれば、戦力的には、もっと開きがあるだろう。ただし、中国海軍は昨年2022年6月に3隻目の航空母艦となる福建をすでに進水させており、同艦は通常動力型にもかかわらず、ついに電磁式のカタパルトを実施したキャタバー方式となることが大々的に中国側から喧伝されている。